アタゴ神社は、京都府亀岡市千歳町国分にある神社。旧称は、アタゴ神社。式内社で、旧社格は孫社。社殿では、アタさ山のアタゴ神社は、当社からの勘定とし、そのため、元アタや、アタゴの本宮とも称される。アタさ山のアタゴ神社同様に、アタゴの三つ参りとして、三歳までに参詣すると、一生火災に遭わないとして信仰される。 本殿の祭神は、次の御柱。社殿によると宗師は神よで、山をひもろぎとして祀られたという。その後、慶大天皇元年に社殿が創建されたと伝える。日本三大実録では、後森神の神戒が、上岸六年に十五位下、上岸十四年に十五位上、元行三年に十四位下に少女されたと見える。また、演技式神明帳には、 丹波国僧伝群にアタコ神社として式内者の記載がある。これらはいずれも当社に否定される。当社付近には丹波国分寺が位置するが、その衰退で僧侶が当社に奉仕したこともあり、神仏集合によって仏像が建てられ、アタコ権元と称されたという。現在、その仏像は当社西にある養仙寺に移されている。また社殿では当社の分霊が、 京都高峰に祀られた後、和気清まろにより、佐賀山に移され、これが、現在のあたご山のあたご神社になるとしている。そのため、元あたご、あたごの本宮とも称されるほか、社殿には、当社が、全国のあたご神社の総本山であると記載してあり、鳥居脇の社号表にも、本宮あたご神社と記している。境内前景本殿は、 鎌倉時代後期の1280年頃の造営で国の重要文化財に指定されている。その他、次の木々が名木に指定されている。また、境内の森はムササビの生息する森として亀岡の自然百選に選ばれている。八幡宮神社亀岡市河原の林町小林島にあるあたご道路亀岡市内には、 私道路がいくつかあり、石灯籠内部にある食台は町内を回覧板のように各家に回っていく。この食台は手下げ式の灯籠になっており、各家は回ってきた食台に火を灯して次の家に回す。所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。